いらっしゃいませ。アクアの海の家へようこそ。来てくれたんだね。ありがとう。あ、こちらのお席にどうぞ。今、ちょうど風が吹いてて気持ちいいズラ。あ、またズラって言っちゃったズラ。接客中は我慢しようとしてたんだけど。あ、気にしなくていいの？ありがとうございます。ご注文はもうお決まりですか？それではお伺いします。雪そば一皿とウーロン茶一つですね。かしこまりました。少々お待ちください。待ってる間、退屈じゃないですか？お客さんが暇を持て余さないように本を置いてみたらって提案したんだけど、却下されちゃったずら。ここなら日陰だし、海風が吹き抜けて涼しいから読書にぴったりだと思うんだけど、銀河鉄道の夜とか老人と海みたいな有名作品でもいいし、丸のおすすめもたくさん並べたいな。そしたら図書館見たくなっちゃうかな。海の家の図書館ってなんだか素敵な響きずら。あ、ごめんなさい、つい喋りすぎちゃったずら。あ、料理ができたみたい。持ってくるね。